社じゃないと思います。え、前神社でお祓いしてもらったよ。で、俺やり方わかってるんだ。お祓いした時にね、ありがとう、めっちゃ3個ありがとう、ありがとう、吐き気がしてきた今。婦人部の逆襲を思い出したら吐き気してきた今。思い出してきた、辛かった過去、思い出したら吐き気してきた、あの辛かった日々。ありがとう、めいちゃん3個もありがとうございます。ありがとう、くまさん、ありがとうございます。これ以上人中短くしたらなくなっちゃうから。ただ眉はね、ゼロワンと別れて11月に別れたか。前も別れてる間、別れてから一人で配信することってすごい大変だなって思ったし、別れてやっぱゼロワンってすごいんだなって尊敬できるようになったのはある。恋愛とかじゃなくて、一回その別れたことは良かったなってめっちゃ思ったな、自分で経験して。ちなみに私って何回別れたの？覚えてないんだけど。覚えてないんだよね。高いわ。7000、2つで1万7000円だよ。1万7000円？高いくない？いいやつ買ったの？6点セット。うわ。シーツも全部ついてる。うわうわ。最悪なシーツだこれ。は？てめえ出せよ金、文句言うんだったら。何？てめえ金出せよって自分のだよ、ね、いや重たいの今手痛くなった買ってきたんだけど、文句はなくない？ありがとうじゃないの？ありがとうって何？どういうこと？だってこれ私のじゃないじゃん、これゼロワンのだよ。マユに買ってきたの。なんで？もういいわ、ジュース買ってくる。ねえねえ、タバコ盗んでないよね、マユのタバコを。盗んでないけど。なんでないんだろう。全部人のせいにしないで。マジでうぜ、死んでくんねえかなあいつ。お茶もないんだけど、どこ行ったの？タバコもお茶もどっか行っちゃった。自分のだけ買ったの？だお茶あることない。お茶がないんだ。いや、いいよ。何飲む？お茶。何茶？何でもいいよ。何茶？あるものでいい。爽健美茶あったら爽健。いや、爽健美茶はない。じゃあ適当に。ん？16茶もない。うん。じゃあお水。ん？お水。あやたかね。うん、ありがとう。ありがとう、匿名さん、ありがとう、ありがとう。で、使う？何を？ここの奥。あ、そうだね。あ、でもいいよ、炭酸危ないでしょ。こっちの左置ける？うん、うん、触ん、何？どうしたの？うん、これ生茶じゃん。うん？生茶しかなかった。あやたかじゃないじゃん。いや、文句言わないで、せっかく買ってきたんだ。え、そうじゃなくて生茶だったなって言っただけ。ライター貸して。使ったら返す癖つけてほしい、できたら。雨やんだね。で、家帰っていい？復縁してもらっていいですか？そうしないとおかしいんでね、家に行くの。ハニーどうする？ハニー迎えに行く？それは明日行く？総理には言ったの？喧嘩してて会話してない。3日ぐらい会話してないな。え、総理は知ってるの？寝てた。なんで言わないとダメなの？保護者だから。あんたさ、総理に挨拶できんの？え？総理に挨拶できんの？いや、すぐには無理です。え？だって嫌ってるでしょ、俺のこと。そうだよ。うん。で、ずっと悪口言われてる相手に会いたくないでしょうね。
じゃあずっと和解しないの？で和解できるの？するしかないよね。できるの？できるのって分かんないよそんなの。イケメンじゃん山崎賢人って。あんまりね山崎賢人に似てるって言われる。え？本当。そうだよ。消えないの？いやまだ2週間しか経ってないから。前から後あったよね。ないよ。ここに。ないよ。そう。でどうするの？うん、茶番になっちゃうからもうそろそろみんなにはっきりと言わないと、もうみんなも眠たいだろうしね。みんなそうだよね。結局どうなるのか気になるよね。でもう結果が分かればもう寝れるじゃん。どうです皆さん、どうなるんだろうってちょっと気になってて見てる感があるし。あもう翔吾さ ん, さん1円アイテム投げないで、コメント見書き消されちゃうから。やめてねもうそれ。せっかく今打ってくれたねコメントね、流れちゃったね。せっかく打ってくれたのにね、みんなコメントね。20は流れたね今ので。ふうえんさんも変なアイテム作らないでよ。どうせだったら100円ぐらいにしてよ。1円とかさ、誰が集めるの。チリツモ1円。でもね、コメントが大事でしょ。俺はね、どっちかって言ったらコメント大事にしたいよ。ちょっとでもコメント読みたいけどね。1円もらってあれしてるぐらいなら。これで固まったらこっちで見るようにしてる？知らなかった？固まってるでしょ、画面。あでこういう時こっちで見ないと、うん、やってた今まで。気にしてなかった？気にしなかった。自分がね、コメント止まってるなと思っても、こう流れてるんだよ。画面固まってるだけだからこっちの方が早いんだよ、うん、そうなんだ。遅れてるでしょだいぶ、うん、閲覧がある人って画面固まっちゃうからね、うん、でまゆは女配信者でしきちゃんぐらい閲覧持ってるじゃん。いやそんなことないよ。固まるんだよ画面が。で目いってるけど大丈夫？え？決まってない？うん目がなんか瞳孔開いてたよ。大丈夫だよ俺についてこれば。配信外の俺も知ってるだろ。俺がねひどいことして別れたわけじゃないんだよ。あーファンタスティックありがとうめいちゃん。めっちゃくれるんだけど今日めいちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めいちゃんありがとうね。会わなかったんだ。あと、はい、二度と眉に裏で復縁するとか言うなよ。裏で復縁する？うん。どういうこと？忘れてると思うけど隠れて付き合おうみたいなことを言うなってこと？うん。でそれで一瞬隠れて付き合ってた時に、うんうん、お前もしバラしたらお前遊びだって言うからなって眉に言った。そんなこと言ったの？言ったんだよ。あ、1位だって。ありがとうございます。二度と言うなよ。あの今のうちに悪口いっぱい言っといて付き合ってから言わないで。今だったらいいよ。ん、何でもいいな。うん、今全部聞くわ。本当？うん、もうとことん言いなよ。とことん言ってもらおうよね、みんな。でも仮に本当に復縁したとしたら付き合ってて言うのはちょっとおかしくなってくるから、うん、でもそれを開き直って言うのやめてくんない？じゃあそういう態度もうざい。じゃあ言わしてもらうけど、どうすんの、復縁すんのしないのとかさ。あの今言ってもらっていいですか。だからそのため息混じりな感じの俺かわいそう感出すのやめてくんない？今言ってもらっていい？いいですか。だからその態度が。態度って何？普通に喋ってるんですけど。だから、うん、その態度がむかつく、うん、じゃあ黙っとくね。喋ったら怒られるから。あ、じゃあため息も二度とするなよ。お前のそのため息ねえ、なんで笑ってんの？いや、もうため息です。そのため息、ほんとムカつくんだよね。深呼吸ね。俺かわいそうみたいな。かわいそうつかちょっとみたいな、うん、なんかこのため息長いなと思ってってやつ。それそれやめてくんない？マジで。なんか目がパキってない？目がパキってない？なんか
決まってる？何、ハイボールと民剤飲んできた？飲んでないよ。お酒飲んでないよ。ダウンタイム中ダメって言われるんだから、うん、自分はため息いいの？私はため息つく立場だから。あ、そういうこと？うん、しょうがないな。またちょっと面倒見てやるか。かわいいとこもあるしな。私じゃなきゃ。盛り上がりすぎ。ゼロワンサンシャインで癒してあげれないし。で、超えれなかったって言ってたよね、さっき。超えれなかったの？それもまた嘘？いや、本当ですよ。もう元カノの話は したくない。うん、名前、そうじゃなくて、名前すら。お前は配信外で私に言ったことも全部嘘って言ったよね。何？でも今のうちに言っといてね、不満は。付き合ったから言わないでね。付き合ったら対等なんで。あ、じゃあ期間決めるけど、ま、期間？何？期間決めるけど、ちょっと最低限の期間はマウント取ってきてほしくない。何の期間があるの？俺とあのさ、お前はそんなことある？みんな付き合って復縁して1ヶ月はマウント取りたい放題取らせてくださいみたいな。いや、私マウント取るつもりないけど、上からとかモラハラやってくるじゃん。それちょっと待ってってこと？いや、モラハラしないよ。うん、してないでしょ。 あるらしいよ。じゃあ、うん、リスナーさんの意見も聞こう。どれぐらいの期間設けていいですか？でモラハラって治ってるかな。寝起きは意識ないんだよ。俺、自分で切れたことも覚えてないんだけど。じゃあ1ヶ月はマウント禁止で。マウントってそもそも何なんだろう。その態度とか。その態度で自分の意見も言っちゃダメってこと？いや、言ってもいいけど、そのうざい感じ。でも俺の配信中のキャラもあるじゃん。今配信してるし、うん、配信外そんなマウント取らないでしょ。いや、おとなしいじゃん。よく思い出してみ。違うと思うよ。1ヶ月間はそのマウントもダメじゃん。マウントが分かんない。あとため息も1ヶ月間はちょっと我慢してほしい。いや、ため息出ちゃうわ。それも無意識だから。その約束はできない。じゃあ今後配信はどうするの？